電話かっちゃう。なに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 、はい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 、おはようございます。元気のサントスやっておりますミカエル君の先生、どうしましたか。おはようございます。ロスサントスでモズというギャングをやっております、ミカイドキミトスでございます。ご用件は何でしょうか。え、ちょっと待ってくださいね。え、怖い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 。あ、あ、あ。え、喋って、え、え、え、はい、もしもし、ミカイドキミトスです。ロスサントスでモズというギャングをやっております。どうしましたか。聞こえない。え、これ俺が歪んでる。え、ちょっと待ってくださいね、寝起きで怖い怖い、誰だろう、ガチで電話、プライベート番号なんだよな。あー、かかってきた。はい、もしもし、ロスサントスに愛されてミカイ、あ、え、ミカイと君としてです。どうしましたか。あー、シャンクスだけど。お疲れ様です。あなたの兄貴分やっております。あ、兄貴、ありがとうございます。おお、どう最近。いや、もう最近絶好調ですよ。あ、ちょっとみんな、あの、一回ちょっとだけ静かにしてもらって、ごめんなさいね。あ、私はあっち行きますどういう状況で電話されたんですか。いやいやいや、ごめんなさいごめんなさい。あ、いや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 、いやちゃんとね、はい、やってるか心配で電話したんだよ。え、うん、兄貴、もしかして僕のことを心配してくれてるんですか。当たり前だろう兄貴。ああ、ありがとうございます。ちゃんとあれですか、ご飯食べてました。あ、もうそれはそれはいっぱいご飯は食べられて、お互いおかげさまで。ああ、犯罪の知識はどんどんこう蓄えられてる。そうですね、犯罪の知識もよくよく噛んで食べてます。じゃあ俺よく噛んで食べてるじゃあ俺本当にお前がね、はい、ちゃんとやれてるか、はい、テストします。あ、はい、テスト、はい、第1問。ででん、はい、第1問。サーマルミッションは、はい、倉庫の中の心なきを殲滅した後、はい、どのような行動をしたらトラックが出てくるでしょうか。レディーズゴー。チチ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 チピポン。はい、どうぞ。受注者が近くに行ったら出現します。はい、どこの近くですか。そこまでお答えください。倉庫の中ですね。受注者が倉庫の中の近くまで行くと、そうですね、軍事基地の、 あの倉庫の。おー、よくわかってる、ね、はい、もちろんですよ。で、あるとするならば、であるとするならば、受注者はどのタイミングで倉庫に入るのが良いでしょうか。レディスゴー。もしかしてシャンクスさん知らないって聞いてます。いやいや、お前は兄貴分の俺が知らないわけないよ。心配なしてんだよお前のこと。そうですよね、優しいな本当兄貴。当たり前だろうが。そうですね、なんか受注してからなんかサーマルミッション結構変わってて、うん、なんか心の気が湧くタイミングが、うんうん、なんかまばらっぽいんですよね。なるほどなるほど。なので、まあ、受注者よりも先に他の方は近くにいて、うん、ペイペイってやってって感じですかね。なるほどなるほどね、はい。で、まあ、トラック、ただこれにはなんかいろいろあるじゃないですか、うんうんうん、なんかでも受注者がついた時に、あの、心の気が全員残ってるパターンがあるんですそしたら我々もいいな。そうですね、それは分かってるな。はい、もちろんもちろん自分は、はい、もちろんよかったわ。はい、効果的にそのトラックを納品するのは、はい、どういうルートがいいか知ってるか。効果ってもちろんじゃありませんか。おお、どうだどうだ、教えてみろ。そのままですね、あの、服屋さんの方に抜けます。服屋さんの方に抜けます。谷とかあるじゃないですか。ああ、5005番から出て5004番の方に抜けます。なるほどなるほど。で、そこからピューって行って、うん、あの、4013番の上のなんか Y 字になる道あるじゃないですか。まあ、そこをどっちに行くかはもう好みではございますね。だよね、よかったもちろんです。俺はちゃんとモズでやれてるのか心配してたんだよ。ありがとうございます兄貴。いやいや、たまにこうやってね、はい、抜き打ちでテストするから抜き打ちテスト心配してんだから。あ、はい、自分としてはね。いや、ありがとうございます本当に。わかったわかった。納品場所は分かっ、いや、でも分かってますけど、納品場所はだってあれじゃん。はい、お前分かるか。いや、もちろん自分は
言ってみる。言っていいですか？なんかちょっとね、じゃあ2003番の上あたりですかね。2003番の上あたりだろ。ですよね。正解。はい、あの薬を作るところのね。俺は安心したよ。安心しましたか。よかったです。兄貴、ミッション編はとりあえず終わりだな。はい、うん、じゃあ抜き打ちでテストするか。何のわかりました。兄貴、いつでも答えれるよう予習してきますね。ああ頼むぞ。はい、またわかんないことあったらいつも電話してくださいね。わからないことじゃない、お前がやれてるか心配だから直接電話するよ。やれてるか心配だから。ありがとうございます本当に。じゃあね。はい、それでは失礼します。うん、うん、絶対知らないやつ。裁判官の人いますか？裁判官がいる。バイクレースあるぞおじさんが。誰やねん。誰。あ、メルヘンだねか。なくても大丈夫なやつだった。うん、そうそう。お前。お前。お前当事者が出揃ったな、これで。ここで会ったが100年以上だ、こら。あ、こっちのセリフだ、ボケ。なんだこら。誰ですか、この。争わない人は。こいつがあれだよ。この裁判の元凶に なる男だ。ツボーラだ。僕が警察の、特殊刑事課のツボーラだ。よろしく。こんにちは。警察っぽく全くない。あ、それはあれだぞ。偏見だぞ、偏見。さあ。2番？え？あ、いや、全然勤務中だぞ。いつもこんな格好だ、こいつは。今から裁判官が来るからな、ここで待っとけ、お前。なるほどな。わーっとぜ。じゃあ、待つか、裁判官の方をな。多分あるじゃないか。勝てる気でいいの？くずしろさん、おはよう。あ、どうもー。くずしろさん、お疲れ様です。ちょっと話そうぜ。訴えたい人がいるんですよ。はい、訴えたい人がいるんだってよ、この人がな。はい、こいつです。まさかの当事者が目の前に現れました。俺だ。あ、ソウルさんを。俺が訴えられる。あ、もう離婚理解されてるんですね。わかりました。じゃあ、なんか言ってるからな。お話が早いので、じゃあ裁判についてご説明してもいいですか今。あ、待って、まだ訴状が届いてないぞ。訴状とかはですね、特段用意しておらず、毎回ですね、この町で裁判を行う場合は、当事者の方から、裁判をしたいと連絡いただいて、で相手方に、あ、じゃあ裁判、新たに裁判したいという方がいますというところを説明して、日程決めておこうなという。じゃあこの三角形で訴状は届いてないのか、届かないのか、二度と。あ、そうです、訴状はくそ、欲しかったんだけど、はい、なんで欲しかったと。お前、じゃあ、ちょっと考えておきます。なんだって、もらえるパターンもあるのか。いい毒だったら。いい毒ってなんだよ、ほんとに。まして秘伝か。はい、後日郵送か。あ、キミトさん、これ他の方聞いちゃっても大丈夫？あ、もう全然いいですよ、もう。もうこの街を挙げて俺はね、戦おうと思ってるんですよ、こいつと。はい、かしこまりました。じゃあ訴えたいということですが、内容はどのような感じで。ちょっと場所変えるか。そう、ちょっと、てめえら雑談すんなら雑談行けや。ここで雑談してんの俺じゃあるんだけどな。ちょっと奥に行きますか。うん、立ち話もなんですしね。多分 そっちに行っても多分立ち話だぞ。はい、あ、この調子なんだよな、ずっとな。これで訴えるなとか何のか言ってるからね。お前マジで、こういう話の延長線だぞ、多分な。同じようなもんだ、多分。3人で川の字になって、ちょっと修学旅行みたいな感じで喋りますか。川の字ですか。え、どの川だ。あの動物とかのやつか。いや、3本の川です。そういうことか。それどうやって上向くんだ、それ。これスペースの筋肉で上向けます。あ、そうなんだ。はい、こうか。こうか。そうです。やってるんですか。いや、ちょっと川の字になって。おい、つぼら、お前川の字ってしてるか。腹を折って話そうと。そう、むずいな。いいや。じゃあ俺タッ、あの 3D にするわ。タップ。お前、なんか俺が負けてるみたいしなきゃ嫌だよ、お前。じゃあ俺も立つよ、ふざけんの。じゃあ僕も立ちますよ。じゃあ立ち話しよう。よし。はい。結局だ。俺はこいつに不当な指名手配をされた。不当な。あ、身に覚えのない指名手配だ。みんなそう言うんだよな。ちょっと待って。もしかしたら
いつだったかな、イベント状態とかくっついてた超長い締めで、そうだそれだ、あれか、ああみんなそう言うんだよ、みんなやってないって言うんだよな。くそ、そうだろうな。そうだよ、犯罪者はそうだろうな。みんな言うだろうな。なるほど、まあ、それが不幸にされたということで、まあ、実際は犯してない罪があったってこと。そうだよ、それでこっちとしては不服だから、もうでこいつは見ての通り話にならない。なるほど。なるぞ、全然な、聞いてやるぞ。お前聞くだけで全然話にならねえっつってんだよ、お前。あ、なるほど、聞くだけで、実際に行動に移してもらえないので、もう裁判という強制執行力を使うという。はい、そうですよ。あ、なるほどな、かしこまりました。よっしゃ、決めた。お、なんだ、あんたが、うん、原告だ。俺が、そうです、原告だ。お前が決めんな。俺が被告だ。お前が決めんな、そうだよ。そうなんだよ、元からそうなんだよ。決まって、元から決まってんだよ、それは。なんだろう、分からんだろ、それは。ああ、そうか。支配の件なんですけれども、例えばもう、指名手配って言ったら、誰か起きたぞ。すいません。ああ、おはよう。おはようございます。はい。いや、大丈夫だ。すまんな。その、指名手配の、まあ、罰金とかもすでに支払っちゃったから。ですね、まだ一応あるんですけれども、はい、支払わずに、はい、ただ、ああ、噂によると、いや、お前ふざけんな、マジで。ああ、噂によると3日4日で自動引き落としという話を聞きました。そうだ、逃げられると思うなよ、法の執行力。お前マジふざけんな、マジで。なるほど。ああ、まあでもこれあれですよ、ツボールさん、あの、もしツボールさんが負けた時は逃げられると思うね、法の執行力からっていう話ですよ。無理だぞ、逃げるぞ。逃げるお前マジで。逃げるし負けないぞ俺は。ああ、なるほど。あ、負けないの、まあ、負けないのか、すごいな。これは裁判上、裁判当日に、まあ、どういう証拠を提出するかとか、どういう処理をするかによって変わりますから。はい、まあ、そうですね。はい、はい、すいません、ちょっと手続き的な話になってしまうんですけれども。はい。ああ、いいですよ、手続きましょう。手続きましょうっていう動詞なんだよ、お前。証拠としましては、まずは、まあ、証言ですね、人証とか言ったりするんですけど、人の証言、はいはいはい、当日に、証言してもらうというのがまず1個。なるほど、人の証言ですね。はい、弁護士とか自分以外でもう一人ってことですね。そうですね、証人です。証人、はい、人の証言、はあ、はあ、なるほど。じゃあ、あれか、そう、はい、不利なことを言ってくるやつがいる場合は、そいつが人じゃないことを証明すれば無効になるか。やばすぎるだろ、お前マジで。脳筋すぎるってマジで。仮にそいつが人じゃないことを証明したとしても、人じゃないイコールものなので、はい、物証として取り扱われるんで大丈夫。真面目、真面目に言うな。そういうパターンがある。真面目に言うな、本当に。なるほど、物証か。監視カメラの映像みたいなもんか、じゃあ。まあそんな感じですね。あ、そうですね。やるな。やるなじゃねえんだよ、衛星の画像だったり、衛星の映像を証拠として提出することができるんですけれども。ほう。君と、お前衛星外だったの、あの日。それは衛星外だ。なるほど、衛星外だったの、その時だ。らしいな。衛星の映像については、あまり長いものだとちょっと困りますので、だいたい 2,3 分ぐらいにこうまとめていただけると助かります。すまん、 2,3 分だと俺寝ちゃうから、もうちょっと短いと嬉しいぞ。10秒、20秒とかだ。そう、そうだな。追加だ。ああ、そこは君とさんに。よし、よし、10秒、20秒だな。ああ、まあ、もっと長くてもいいぞ、全然な。ああ、なんか急に不利になった気がするけど、いいぞ。ああ一応、弁護士とかが、刑事さんとか、いらっしゃるんですけども。こちらはもう決まってます、弁護士。あ、決まってますか。なんか、あれか、国選弁護人みたいのがいるの、いいのか。そうですね、一応、弁護士職の方いらっしゃるんですけれども。ああ、まあ、まあ面識ないからな、ちょっと会うかどうかわからないので、最初は自己弁護だったり、まあ、はい、ああ多分な、その人はあれだ、勝てないからな、その人じゃ。お前クソだな、マジで。ハードな壁に直面してる、俺は今。自分で分かってんのかよ、お前。俺がこのバットでぶち破るしかねえ。お前やめろよ、お前。自己弁護だ、自己弁護。ああ、自己弁護下げる、されるということですね。ああ、もしくはあの、たまにあれだ、傍聴席から召喚するぞ。あ、いいですよ、はい、それは大丈夫。ああ、そうだな。はい、じゃあ召喚権を得たぞ、俺は。はい、君とさは持ってません。お前ふざけんな、お前だけなんかよ、今のこれ。俺は言ったけど、なんか俺にもください、グッションさん。ダメだ、大丈夫ですよ、大丈夫です。当日、そう、事件を見てた人が証人席にいれば、そこから証人席に、あ、証人台に立ってもらっても大丈夫です。了解です。わーっと、じゃあ認めよう、それは。なんでなんか、お前が審判側なんて、本当によ。許すぞ。許すぞじゃねえよ。大丈夫です、許します。あ、ありがとうございます。みんなで許そうだな。みんなで許しましょう、平等に。まあまあそうだな。よし、打ち合わせしよう。よっしゃ、ちょっとじゃあ写真だけ撮っとこう。スリーショット撮りますか。あ、あげましょうか。大丈夫ですか。なんかインカメの方がぽいから。インカメの方が。空翔さん、あ、間に入ってもらっていいですか。間ですか。はい、はい、ちょっとやっぱ裁判官でしょ。
この辺りですかね。はい、まああれだぞ、裁判中にな変なことをしてたらな、弾劾裁判すぐするからな。よくご存知で弾劾裁判。ああ気をつけろよ。罷免されちゃう。よし。取ったか。よし、じゃあこれちょっと CX にあげて自慢しちゃおう、ライバルに。お前ライバル目の前にいるだろ、お前。ああ、そうなんだ。いい、やかましいだろ、お前それ。裁判のライバルは目の前に。ああ結構アットホームな感じだな。アットホームな感じになってるじゃないかよ。お前ふざけんなよ。お前ふざけてないぞ。くずしろさんのせいなのこれ。アットホーム感出てるの。いやまあ久しぶりの仕事でやったとかふざけんなよ。ましてトミトスさんもツボールさんもお名前から日本人かと思うんですけれども、はい、あの日本のですね、この町の裁判、日本の裁判をベースにはしてるんですけど、大体その、はい、あの形式上はしょってるところとかいろいろあったりするので、はいはいはい、まあ、そういったところはご容赦くださいっていう。もうもちろんです、もう、はい、どこだ、どこはしょってんだ。ああ、例えばですけど、あの証人が判決が言われないのか。お前やばすぎだ。そこはその書きます。ああそこは言うんだ。そこはしょったら裁判の意味だろうか。お前ないですね。そうか。あれだぞ、でも俺聞いてないぞ、このキミトスからな。なんだよ。あの原告の訴えだ、何を求めてんだこれは。だから俺はあれだ、不当な指名手配をされて1億4700万ぐらいだったかな。ああ、まあ、だったからその2倍の3億は欲しいと俺は思っている。あ、俺も欲しいぞ3億は。そういう話じゃねえんだよ。僕も欲しいですよ3億。ああ、みんな欲しいぞ、無茶言うな。そういう話じゃねえんだよ。そういう話じゃねえんだよ。まあその不当な指名手配に関して損害賠償請求ということで、まあ、3億。そうですね。が、まあ、原告の訴えですね。はい。あと、じゃあ被告の訴えもいるか。被告の訴えもいるのか、これ裁判って。一応聞いておきますか。ああ、いいぞ。ああ、俺も3億欲しい。そんな方が3億円ゲットだ。まあ、じゃあ当日言ってください。あ、ちなみにあれだ、あのこういうこういう損害賠償みたいなのってな。はい。ローン組めるのか。お前鼻浮きじゃねえけど、お前完全に。まあ、あれだ、持ってない場合は持ってない場合は仕方ないんで。どうか。ああ仕方ないのか。まあ仕方ないな。ああ仕方ないと持ってない場合はな。ああそうか。ああよし今のうちに物に変えとくぜ。お前クソ野郎だなマジで。ああ絶対それ俺に言うな。やってもいいけど俺に言うな。ああそうだな、言わないと今度は。あ今度はな。ああたまたま俺がいてよかったら話が早かった。早かったです。ああ本当だ。お前なんで当事者がお互いいる状況でこんな話してるんだよ本当に。ああなかなかないさこんなの。僕てっきり現場に来たとキミトスさんとツボールさんが誰か訴えたかと思いました。ああそれでもいいぞ、どうする。誰プロセスでいくか。誰訴えるんだよ。誰でもいいぞ。あでもな、はい、なんかキャップがこの前言ってたんだよ。なんかツボールはあいつその指名手配したけど。でもあいつ真面目だからなんかすぐ消したんだよ。でそれを俺が復活させたってドヤ顔で言ってたぞ。あれツボールさんキャップに頼むって言ってますよ。これそうだな、まあうん、まあ難しくなってきたな。ああ一旦いいぞ。だからあれだ、最終的なバリアが1個あると思ってくれ俺には。ああそういうことか。この戦い、ああお前天才だなお前マジで。ツボーラ VS キミトスじゃないぞ。なんだよ。ロスサントス、いや、ストグラ警察 VS モズだぞ。お前、モズ巻き込みやがったな、お前。モズだっ、そっちも警察めっちゃ巻き込んでるしな、お前。ああ、そうだ。警察はな、悪に屈しない。お前、言ったからな。ああ、屈しないぞ。ああ、裁判結果が楽しみだぜ。そしたら、警察が悪になる。ああ、なんないぞ。なんか、これで俺たちが裁判に勝ったら、警察が悪ってことでいいんだよな。ああそうですよね。あ、なんないぞ。裁判に勝っても俺たちはそんな、なあ、悪い奴を擁護するような判決には屈しない。お前それ、それお前あれ。お前それ待って、踏み倒す気じゃねえかよお前裁判お前。踏み倒そうですね。あ、法廷で会おうぜ。よし、ね、法廷で会おう。はい、ありがとうございます。ああじゃあ、そういうことです。はい、わかりました。法廷で会うってかっこよく分かれたんだから行けよお前。はい、警察の方が当日なんか傍聴したいって言ってるんですけど、おすすめのフードとかドリンクとかってなんかあります？その提携されてるお店とか。お前あそうですね、僕が魔法少女カフェの人事をやってるので、うちの商品とか。あなるほど、一応もう念のためにお詫びの下33個買ってあるんで。早いな早いな。よし法廷で会おう。法廷で会おう。もしもし。あ、お疲れ様です。二階堂キミトスです。おー、シャンクスだった。あ、兄貴
正式に裁判をすることが決まりました。おう、そうか。裁判官の方にもお話をして、つぼらにも話をつけて、無事にやることが決まったので、はい、兄貴、あとは頼みました、弁護士。明かしてください。ありがとうございます、兄貴。ドゥドゥン。はい。油断してましたね。油断してた。サーマルミッション問題いきます。サーマルミッション問題あれ、はい、お前がうまくやれてるか心配なんでね。ああ、なるほど、ありがとうございます。通知はいつの時点で行くでしょうか。チッ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 。通知はですね、多分なんですけど、うん、受注してトラックが現れたタイミングで行ってると思います。なるほど。でも心なき湧くけど、そう、最初心なきは湧いてるんですけど、トラックがないんですよ。だから発砲通知が行くっていう話だよ。そう、それが聞きたかったの。いや、サプレッサー使ってください、兄貴。第2問。はい、ででん。そのトラックは、ピックやワイヤーは必要でしょうか。必要ありません。はい、正解。じゃあ、また裁判の日程をね。はい。はい、お疲れ様です。ああ、終わったと電話。動くなぁ。うらー、怖いよ。行くぞ、乗れお前。コナちゃん、ごめんね、お話ししようね。怖いよ、これ、何これ。邪魔者はいなくなった。怖いよ。動くんじゃねえぞ。よし、できるからそこでチェックだ。銃持ってなくてもできます。あ、キーピック忘れた。キーピックないとできないですよね。うん。あ、いや、あ、いや、ワンチャン。そう、2回目かも、ここここかも、さっき言ったの、もはや牧田、ここら、さすがだ。ここだ。ここだ。さっき来た、ここ。さすがだ。お前さすがだな。さっき見た光景だ。よし、さすがプロだ、ここら。お、お前、おい、お前、おい、おい、お前、おい、お前、動くなっつってんだろ、お前。おい、怖いよ。動くなっつってんだろ、お前。誰も警察来ないぞ、お前は。さすがに。ほんとだよ、なんでだよ。これ逆になんかボーナスポイントになってない。別にお前いなくてもよかった。説もあるぞ、これ。きっとな、警察10人ぐらいいるからな。どっか行ってしまったよ。10人ぐらいって誰も来ないのか。だからみんな多分大型行ってるんだ。ああ、かわいそうだね。優先され、お前の命は見せられたっていうことか。そう、でもそっちの方が大事だ。お前、お前いいのか。さっき自分の命が一番大事だって言ってただろ。今自分の命が安全であれば大丈夫だ。安全ってなんだ。安全。安全か。安全。安全で。噛んだんだ。あ、噛んだのか。リードちゃん頑張っているか。あ、多分ちょっと緊張してるんじゃないか。確認しに行くぞ。確認しに行くぞ。いや。おい、聞こえるか、犯人。来いよ。あ、もう会社終わったの？終わったよ。終わりました。警察誰も助けてないわ。ちゃんとお話しして帰ろうか。そうだね、せっかくだし。ライブだね。あ、来た。来たぞ、来たぞ。来た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 。うわー、え、人質になってない。てめえ、何してんだ。てめえ、もしかその声は。ああ銀行強盗対応、はしご中のツボールだ。よろしくな。ああ怖いな。くっそ、どうする。よし、じゃあ人質を、人質を交換だ。ああ、交換、交換か、わかった。交換、いいのか。交換、交換、いや、交換。あ、まあ、いいぞ、よし。こっちが人質じゃねえ、騙されてよかった。こいつ違うぞ、人質じゃねえや。こいつ違うぞ。ああ人質だ、牧田心は人質だぞ。ああなるほどな、そう、怖そうだ。そうだ、怖いだろ。そう、その人を話してくれ。あ、いいぞ、話してやる。ああ、騙されてる。じゃあ、追いかけていきたいか。あ、それ追いかけるぞ。舐めたこと言うんじゃねえ。よし、お前だけならアタックありでいいぞ。よし、じゃあ乗ってくれ。やられると思うなよ。ココナちゃん、また今度カレーの話しようね。舐めたことしてんじゃねえぞ。よし、行くぞ。覚えてやっかんな。ああ、追いかけるぞ。ココナちゃん、また話そうね。カレー車の調子悪くて止まっちゃうって言ってるぞ、あいつ。なんで車の調子が悪くて止まっちゃうって言ってる。うるせえ、つぼぐら。おい、道路交通法違反だ。うわ、道交法違反だろうが、お前それ。道路交通法違反だ。
緊急走行中でそんな関係ねえぞ。いける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 。車終わったぞ。降りてこい。うお前撃つぞお前。あ嘘だろ。てめえこらなんで聞いてねえんだこいつ。当たってるぞ君とせ。やったぞ。いてえ。本当だ。どういうこと。いてえ。時差すげえ。もう時差すごすぎて。時差すごすぎて。よし有坂さん逃げよう。クソやられた。しまった。よし。なんだこれ。じゃあ。じゃあ。カレー今度教えてね。うわよ。マキタここな、そいつを。逃げてください。そう逃げる。カレーが好きだよ。ここ危ない。手帳したしっぱなし。そいつを助けてやれ。手帳しっぱなし。あうちの人一番手帳してないタイプだ。大丈夫だ。手帳してないタイプ。ここ移動じゃねえかここ。あ。あ。まあ歩いて。あの手帳ないんですよね。ああなるほどね。あれここ出れないもしかして。出れないね。出れないな。今客船とユニオンが同時並行されてるらしいよ。まあよく通り過ぎる。あれ、あそっか、手帳取っちゃいけなくなったんだよな。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。